5月13日土曜日ウィークエンドライブの時間が参りました皆さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、えー、ジャーナリスト山口紀之さんですおかえりなさいあ、どうもありがとうございます<お>、えー、な結構長かったですよねこの番組も3回ぐらいアメリカにいらっしゃる時にずっと中継でやってもらいましたけどそうです大でね大3週間ぐらい日本を離れてました3週間ね、うん、はい まあそれでこの番組をご覧の方はほぼ多分ご存知だからはっきり申し上げるんですが、まあ、や,やはりそのあ安倍さんが銃撃によって亡くなられたということの、まあ、いわば実証実験にも、ねまあ、日本国内ではできませんからアメリカに行ってそれをや,や,や,やっていると、まあ、途中、えーまあ、内容的にはあまり詳しいことはもちろんお聞きしてませんけども、まあ、3週間そのことに相当。 時間も,もお金もかけていろいろやってこられたと思いますが、まあ、簡単に言って、行、えー、った甲斐があったという、そう言っていいんでしょうか、どうですかそうですねあの、日本でできないことは、まず銃を発砲すること、それから銃を作ること、うん、それからそのための道具を集める段階で、これ、法違反なんです、ね、ああ、それはそうですね。ですからあその、日本でできないことを、 さまざまできましたで、それによって、今までわからなかったことが、まあまあ、たくさんわかりました。ですから、うん、その改めてね、えーもうあの、昨夜帰ってきたんですけども、時差ボケもあって、奈良県警の、まああれは警察庁の報告書を読み、報道今、読み直してるんですが、はい あ新たに、えー、もうありえない、もう決定的矛盾みたいのがも、うん、もう少なくとも11個ぐらい、今回、アメリカに行ったおかげでね、指摘できる、それから実験をして、いくつかその、まあ、映像とか音声とか、はいえー、ある種の実験をした中で、うんえー、その。 そういうういいこことかということかもいくつか分か分ったのでねもうあの帰ってきたばかりなので、はい、これからゆっくりゆっくりっても知らないんですけども検証それから、まあ、どういう形でねどのタイミングで公表していくかこれは、まあ、あの私のこういう活動の原始でもあるそのメールマガジンとかね、うん、それからそのニコダマを有料で 見てくださってる方にまず最初にご報告しなければいけない。ただ、えーと、これ、ただ、の内わでそんなことをやってるというよりは、ね、実際に正しい裁判所が正しい判断をする、うんうん、誰がどうやって安倍さんは辞めたのかということを、うん、こう正義が実現されることのためにやっていて、有料で私の イマガジンとか、ニコニコ生放送を登録してくださってる方の思いもそれだと思いますので、これは文化人を見てくださってる方も当然そうだと思うので、堂々とね、きちんとした論理を立てて、いずれかのタイミングで、一つ一つ発表していきたいと思ってますおそらくね、えー、奈良地検とか、県警もですけど、裁判所とか、かなり注目してると思いますよ。 まさか本当にその銃を使って実証実験をする人が出てくるとは彼らは想像してなかったでしょうおそらく。そういう意味でもねあの非常に注目されていると思うとともにまあちょっと余計なことを言いかもしれませんが身辺にはくれぐれも注意してくださいね。 私もいろんな方から身辺、脇が甘いと言われてこの10年過ごしてますんで、ね、はい、ただ今回の話はちょっと次元が違うと思うので、それで今回のアメリカに行くことについても、極めて近しい人にもどこにいつ行くのかとか一切言わずに行ってますんで、ねたくさんの方に不義理をしているんですが、それも。うん 一応ね居場所わかると襲いやすいと思うので、いやいやのできるだけ分からないようにしてるということだけはまあご理解いただけたら嬉しいなあと思ってます、ね、はい全くその通りですあのい、えー、それ近いうちっていうかまあいつかはもちろんわかりませんが、えー、山口さんからそういう実証事件の結果についてね、えー、発表があるということを本当に期待して我々は待っていたいと思います、えー、本日の一応のヘッドラインです前半一般公開ライブで。 LGBT 法案大激論、それから岸田宏池会政権と外交、島田正彦法政大教授の暴言とその後、後半、メンバー限定ライブでは7.8事件真相究明、自民党の異変、劣化野党の未来、侵略された米国、国防最前線、 反日メディア売国行為と一応これメニューですので話の流れによって全部は扱う時間的余裕がなくなることがあることもご承知をお聞き願いたいと思います。えー、それで山口さんは昨日お帰りになったということはどこまでご承知か分かりませんが自民党の特別委員会ですね、えー、と内閣第一部会との合同会議が昨日行われて え部会長一輪ということをついいにやってしまいましままたこれだって、山口さんも前から言ってたよね、統一地方選挙は終わったら必ず動き出すと、しかもこれ、一輪を取り付けてくるだろうという、あなたの予測通り、100%その通りじゃないですか、これはね。はい あちょっと読ませてもらっていいですかごめんなさい、ね。どう,どうぞ、どうぞ。はい、は、え、い、ー。自民 LGBT 法案一任、異論相次ぐ与野党協議経て、広島サミット前に国会提出へ、えー、自民党は12日、党本部で性的マイノリティに関する特命委員会と内閣第一部会の合同会議を開き、LGBT など性的少数者への理解増進を図る法案を、特命委員会のお高貝恵美子委員長と 内閣第一部会の森谷博史部会長に対応を一任した、保守系議員の一部は反対したが、あ幹部側が押し切った法案は19日に広島で開幕する、えー、先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットの前に国会に提出される見通しとなったと、それでこれは山口さんがもう早速ツイートし昨日、昨日ですね、ツイートして、 えー、LGBT 自民部会は反対多数、しかし岸田首相が強行可決させる可能性残る LGBT 自民党の婚姻の部会採決は、慎重派18、VS 賛成派11、しかし法案は廃案ではなく委員長1人、来年火曜日、えー、強行採決する可能性が残った、すべては岸田文雄の判断次第と。 でもう1個ついでに高谷鶴秀一さんのツイートで、一任などしていない反対の方が明らかに多いのに、えー、なぜ通るのか絶対に認めないと猛抗議、えー、これは青山繁晴氏のツイッターということですね、多くの議員が求めた差別のガイドライン、性同一性の客観性、学校に関する条文の削除等はゼロ回答のまま、えー、昨日通すような指示が出ていた。 防衛費増税に続いて、また効かない力を発揮したと、3本まとめて読みましたけど、まあ,あ、委員長、あるいは部会長一人っていうことは、もう当初からそれはまあ予想されてたことではあったけど、ああ、やっぱりかというね、思いましたけど、まあ、改めて山口さんにこの感想といいますかね、ご意見を聞きましょうか。うーんもう 自民党という政党が、まあ、はっきり言って月曜日に終わった、うん、私はそこまで言い切っていいんだと思うんですね。<ー>で、えー、私はそのかねてからね、こういう番組とか、自分のメールマガジンとか、はい、あるいは他のあらゆる発信、それは月刊誌、月刊花田も含めてですけども、はい、この法案がいかにこの国の根幹部分を破壊しにするものであるかということと、うん これは保守政党、自民が保守政党を名乗るんだったら、これはやらない、えーうん、やってはいけないという立場を持ってきましたね。はいえー、で、えー、ここの統一地方選後、私が、えー、一番力を入れたつもりなのは、部会の採決なんですよ。部会の採決で、はい、推進派が慎重派を上,上回ったら、もう自民党は終わった、はい、と。 もう自民党を支持できない、私個人としても、政治ジャーナリストとしても一切支持できないとそう思って、少なくとも部会では否決してほしいと思って発信をしてきたんですね。はい、でこれについては、もうこの番組でもいろいろなところで言ってますが、部会で要するにゴーサインが出ちゃう、多数決で多数、 が賛成したら、これは一気に自民党の場合は部会があって。政調審議会があって、総務会がある。一気に突っ走っていっちゃうんです。はい、だから部会で。否決する。えー、多数が反対を述べる。かどうかがすべてだったんですね。ところが。えー、部会では十八対十一。ぐらい、うん、まあ、あの十五対十という言い方もあるけれども。えー、要するにもう明らかな多数が反対を述べたのに。 えー、委員長1人にした、実はこれも私予測してた通りですね。と、うんうん、いう私が言いたいのは、今回、この反対権が多いのに1人ってこれありえないんですよ、うん、反対権が多いんだから、これは廃案なんです、はい、しかも、さんざん修正をしてきたけど、それでも反対が多いんだから、絶対にダメなんですねで、自民党の場合は今までこういう処理をしたことっていうのは、臓器移植法案だけなんですね。 あそうですかね、は個人の宗教とか信念に関わることがあるというので、自民党としてその強制しないと、これも長い議論を経て、うん、そういう処理をしたんです、だから自主公表みたいな形になった。ただ、今回の一任というのは、自民党という政権政党が、 民主主義の論理を完全に否定したってことなんですね。うん、多数が反対しているものをこれ委員長一任とは言っていますけど、これやるってことなんですよ。はいはい、だから私はね、その反対をが多かったという平場っていうかな、その若手中堅の議員には敬意を表します、たくさんの圧力があったと思う政権、はい、がわからない。うん、ただ、その意見を無視して、うん、勇気を持って反対と述べた18人の気持ちを踏みにじって、はい 部会で委員長一任を強引に突っ走ったのは、これは岸田文雄、うん、総理大臣なんです。はい、やらせたのは誰か別にしてね。というん、うん、のことは、この法案がどうこうというよりも、今回、選挙で信用一切問わなかった、2月にやると言いながら、国政選挙ありましたね、補欠、はいええ、選挙ありましたね。うんうん、その時にも一切 党の総裁、あるいはじあの国家のトップである総理大臣として、この法案をやりたいんですと、分かってくださいという言葉は一言も入ってないんで、岸田君、はいうん、それなのに、しかも、自分の所属、自民党の所属議員が、これは有権者を背負ってしゃべってるわけ、うん、それの人が多数が反対したのに、うん、強引に通していく、これは独裁であり、はい、民主主義の否定ですよ。うん そして自民党のこれまで戦後ずーっと培ってきたルールをここまで蹂躙したケース僕は知らないですすべての都郷が,が岸田文雄という総理大臣に向かうということだけ今日ははっきり言っておきたいなるほど、なるほど。あのーうん、いろんな方がもちろん反対、慎重意見が多数ね、まあ、ツイッターだけではなくていろんなところでいろいろ発信されていますが。 意外とこれは岸田総理が指示したものだということを言う人がいないというか、分かってないですよね、不思議なんだけど、ただもう、これほど、これなんていうんですか、ちょっとクリスタルクリアってね、なんかちょっと昨日までアメリカ行ったんであれですけど、うん、なんていうかな、もう、これほど明確に岸田首相の強い支持がなければ、こんなこと起きてないってことは明らかで、例えば、うんはい、遠藤利明,明さんというね、もう今や、 岸田政権の中枢中の中枢です。はい、遠藤俊明さんは、うん、えー、あのあれですよ。茂木派のね。うん、形成会の。そのパーティーで昨日かな、はい、挨拶したんですよ、ね。よ。はい、そこでこの法案を通してくれた功労者は新藤義隆さんだと言って。<う>まあ、この件のまあ。 中枢にいる、まあ、僕らはひな壇なんて言うんですけどね、な壇の部会の場合は、はい、そのマイクを持って司会進行する側と、はい、その手前に並ぶ出席者がこう分かれるんですね。はい、は結婚式の高さごと出席者みたいな感じになって、ひな壇って言うんですけど、うん、そのいわゆるその部会の幹部ですね、そのひな壇の中枢にいるのが古谷啓二さん、うん、新藤義孝さん、そ部会長は、うん、 えー、この特命委員会の方が高貝恵美子さん、はい、それから、えー、その内閣部会がこれ森谷博史さん、これ両方ともなぜか参議院議員なんですけど、この人たちのうちの、ま、中数の人が岸田さん、岸田官邸から直接指示を受けて、うん、これ、強固突破しろと言われてるんです、ね、そうですよね。ですからあー 遠藤さんがもうまるでこのまま通ったかのように新藤さんを持ち上げる、うん、あということは岸田文雄、遠藤俊明、あるいは木原誠二、こういう岸田政権の官邸の中にいる、あるいは岸田政権を根幹で支える人は有権者の声も同僚議員の叫びも一切聞かない、そういう人たちだ、うん、ということが明らかになったということなんですね。うん あの新藤義隆さんっていうと、私の記憶に間違いなければ、安倍総理がアメリカで上下両院合同会議で演説したときにね、新藤さんも同席して、新藤さんのあれはお父さんの話でしたかあれはの栗林中将というね、栗林中将両党の戦いで、これ、おじさん、はい、大王子にあたる方だと思うんですけれども、はい、が、まあ、その日本側の総大将だったわけですよね。うん それでアメリカ側のまあ当時の幹部の軍人とか、安倍さんのまあ希望の同盟というその連邦議会演説の際に、安倍さんとアメリカ側がそれぞれ呼んで、命を賭して国家のために戦った日米の軍人が今、この,その連邦議会で共に並んで私の演説を聞いているという。 非常に素晴らしい演説をした、その時にうん、うん、そに遺族代表、クリバチューの親族として、はい、そして自民党の国会議員として、うんえー、その日米同盟の、うんおま、こ声がたいね原爆2発を落とされ、うん、東京大空襲で、向こうの市民を十数万人殺され、うんまあ、アメリカ人に三十、はいまあ、数万人、向こうの市民を殺されてるわけですね、日本は。そ、うんはい、それもその 戦った象徴の代表として、進藤さんは、安倍さんの演説を聞きに、アメリそうですよね。うん。あ残念です、ね僕はい。僕の記憶してる進藤さんってそういうことで、まあ、もちろん安倍さんにも近いし、星のう国会議員だという印象しか私はなかった人が、なんでこっちの LGBT、この強行突破の功労者になってるのかという。 まあそれなりの理由が仮にあるとしてもねもう私はもう情けないそんなことにでもなるかと。